米沢泉のフィールパイン TV 一週間のご無沙汰でした、ただいま1月31日金曜日の9時半21時半ですね、この後、まあ、後付けでお届けしますからね、本日までで仕事、一段落、仕事以外も全部終わって1月分でやらなきゃいけないことは全部終わったというね、ギリギリね、いう中で、ちょっと開放的な気分になり、しかも納品できたんで早く仕事終わりまして、この後お送りしますけど、シェイキーズ渋谷店で食べ飲み方をやってました。そして、まあね、ハイボール4杯生1杯気持ちよくなったところで、こちらマークシティ、マークシティ、はい、この、上のバス乗り場から本日夜行バス乗って西へと向かいます。本日1月中の、もう会社のね、休眠している個人会社の、決算書類出し、決算書出し、法人住民税7万円納付、組合の数々の業務大変でした。そして仕事の方も先週今週とね、もう死ぬほど忙しかったんですけど、とりあえずですね、まあ、全部先ほど納品が終わりました。今月も無事クリア、書類その他も全部クリアということでね、なんとか1月いろんなこと締められましたね。積み残しはないです。本来終わらない、終わる予定のが終わってないのがない一つも、非常にめでたいところでね、退勤しまして、恵比寿駅の指定席券売機でご覧のように5分割乗車券購入しまして、そして渋谷駅で降りて、まあ、定期券ですね、で渋谷駅で降りて宇田川町にありますこちらシェイキーズ、夜のシェイキーズ初体験ということになりますよ。はい、というわけで2860円、食べ飲み放題ですね、90円かね、シェイキーズ、まずは生応援しましょう。はい、うはー。そして、こちらペパロニ、野菜、ベジタブル、どこでもベーコンエッグかな、はい、以上となっております。ゴリゴリいただいておりますよ。はい、ではまあここ、まあ、特に特筆する話じゃないんですけどね、やっぱね、イタリアンでもないし、シカゴでもないしね、もうシェイキーズしか言いようがない、ね、細ピザですよ、ね、やや薄めの生地、チーズたっぷりね、ということで私は好きですよ。はい、先ほどのターンでは、ベジタブルが水に少し良かったですね、生の飲み終わりまして、はい、頼みました、飲み放題で、こちらが、イカ&オリーブダブルチーズ、これなんでしょうね、はい、それからところが、これがペパロニですね、はい、ということになっております。第3弾来ましたね、ダブルチーズリップ、サラミ&ヒー、これポテト&ツナ、なんかあれですね、まあ回転がランチより悪い、まあ回らないんですけど、そんなに入れ替わりがあるわけじゃないですね、はい、値段の高いのはサラダバーだけかな、よくわかんないけど、はい、まあ先ほどのはね、あれビーフ&ズッキーニでしたね、まあ別に味は食べてみてアービーフだって言ったんですけど、ビーフって聞いてフレークだからな、でんぷんみたいなもんだからなってありますけどね、まあこれまでリピしたダブルチーズはね、安定のおすすめでございます。はい、4週目にしてようやく今月の北海道フェアにたどり着きましたね。でこちら鮭の、ピッツァ、これが芋餅ですね、あとイタリアンソーセージに、これがこれなんですかね、わかんない、はい、ハイボール2杯目、そして第4弾で、あ、第5弾か、はい、これね、リピしたんです、これね、スパイシーってなってたよ、ホット&スパイシー、これね、ハラペーニョらしいよ、よりぞピクルスとか言ったけど、これね辛いらしいよ、辛さを全く感じなかったんだけどね、言われてみればハラペーニョの味かもしれません。まあそんなことです。あとソーセージと、あとこれがコーン、エビ&コーンですかね、あとこれが何ですかね、これズッキーニだけどね、あれはないですね、のようだけど、はい、渋谷マークシティ5階、この構想はね、
吉田さんはものすごく懐かしいんだよ。吉田さんは東京運行大学に通っていましたけど、当時ね、まだ多摩電の渋谷駅、多摩川の路面電車ね、今の電車としてるんですけど、地下ですのね、あれの路面電車だった頃、その多摩電のね、渋谷駅の廃線跡のところからね、大学のキャンパスの裏口に、裏門にね、前にある停留所までね、行くね、特急バスがね、こうやってね、この多摩電のところ、狭いところに、ターンテーブル付きのね、バス乗り場から出てたんだね。それと、これ、まさに思い出しますね。ちょっと涙が出てくるレベルですが、昔のね、井の頭線の、真横に、隣接したところにあったでございます。まあ、それはいいとして、はい、91番乗り場。あれ、もう来てるかな？あ、違いましたね。はい。来ました。キャメル号です。倉吉行き、日の丸自動車ですね。昔の保証寺電鉄、鉄道事業やってましたね。はい、そんな日の丸自動車の、キャメル号倉吉行きで、鳥取駅前まで乗るでござんすよ。日の丸自動車バス、かつての保証寺電鉄、まあ吸収合併したんだけどね、KFC のね、のキャメル号、鳥取駅前、バス停に、なんと32分装着でございます。ということでね、座席めちゃめちゃノーマルサンデスシートで、米沢が過去経験した中で一番ね、座り心地がいい座席でしたよ。感動しましたね、ちょっとね。というわけで、6時間ぐっすり寝て、その後30分うとうとうかな、ぐらいですね。もうだんだん老化で最近睡眠時間が、短くなって、でも寝不足みたいなね、続いておりますが、快適でしたこれ。また乗りたいねこれね。はい、ということで、だいぶ時間の余裕ができましたので、ちょっと、駅の中入ってくつろぎをさせていただきたいと思います。はい、JR の駅、鳥取駅、まあ、このね、駅ビルの中にトイレがあるんで、ちょっとトイレでね、用済ませて、着替えてないんですけど、着替えなくていいかなと。どうせこの後ドロドロだからね、今日ね、26キロ歩くからね、歩く距離合計30キロ行きますね。ということなんで、まあ、降りたのここ0番の校舎場なんですけどね。その、JR の駅と反対側にね、バスターミナルありましたね。そしてあっちの方にね、乗り場が広がってる感じで、なかなか今この規模のね、バスターミナル、ないよね。はい、というわけで、こちらの方で、夜も明けてきましたが、入ってみたいと思います。そうね、高速バスターミナルでもあるからね。はい、ということなんでしょう。うん、あったかい。そして有人窓口がちゃんとありますよ。ね、すごい乗り場案内も出ている。米沢はこの今日本日この8番乗り場から出るやつだね。若狭線に乗るんだね。ということになります。いいっすね、この昔ながらのバスターミナルの感じということですね。はい、日分けの創業再開については少なくてもいいですか？はい、間もなく7時でございます。バス、あ、来てますね。はい、若狭車庫行きかな、来てるかな、来てますね。あ、来てなかったね。はい、ということで8番乗り場移動しました。あ、今来ましたね、若狭車庫行きです。はい、こちら乗ってまいりましょう。日本交通バスです。整理券だ。
はい、日本交通バス若狭線、ネギ谷バス停、定時着ギリギリでしたね。途中ね、めちゃめちゃ今日道路空いてんですいませんって言って、途中ちゃんと運転停車しながらね、時間調整しながら定時でございました。ちょっと遅れ気味、途中から2人乗ってきてね、地元の方、まあ、乗ったままですね、向こう行ってました。まあこれね、若狭鉄道と、まあこれインビ線ですけど、まあ若狭鉄道とね、これ完全競合路線なんですけど、大丈夫なんですかね、若狭鉄道と気になっちゃうして。そしてですね、まあ本日なぜここで降りたか、ネギ谷で降りたかっていうとね、このネギ谷の根という字ね、別にこれ峰線の根なんですけど、これがね、まあ、死滅編にこの略字体のね、のを書いて、て書いて、ちょんちょんと、まあこのねという字ですね、なんかややこしい、めちゃめちゃややこしい字って字ですか、字って字ですか、が作りでね、だったんですけど、これはですね、なんとね、いつもおなじみ、毎度おなじみの国土行政区画総覧ですね、こちらのですね、まあ、字数大、字数漢字決めた時にはね、まだこのネギ谷この字だったんですけど、決めた後でね、このね、字がね、突然衣編になったんだよ、これ。点がついて。ね。示す編が衣編になったと。いうことでね、この衣編がまさに幽霊文字ってことになっててね、まあ、由来も分かってないんですけど、まあ、おそらくこれ誤字でなんかゴミを勘違いしたんじゃないかっていう推測ですね、あくまで。何かその間接的なエビデンスがあるわけではないですが。で、まあ結局最終的にですね、まあこの国土行政区画総覧、後で修正されましてね、またこれに戻ってるってことです。前、西久根港って行きましたよね、福島県のね、西会津郡でね。あちらの方は全国町あざファイルというね、同じ国土地理協会が出している、電子データベースです。の方で、向こうはのこれが衣編になってたってことですけどね。ここは国土行政区画総覧が一時だけ衣編になってたという、まあ、ネギ谷ということになります。まあ、ちょっとこの公民館とかあるみたいなので、ね、ちょっとこれから回りたいと思います。はい、ネギ谷バス停は、ちょっと集落からはね、離れてて、まあ、国道からね、潜ってったところに、インビ線潜ってね、渡ったところにネギ谷のメイン集落があるってことですかね。こちら、公民館ですかね。はい。ストビューはわかんないんだよね、こういうのはね。はい。あ、間違いないですね。はい。ネギ谷構造改善センター。はい。当たり前ですけど、示す編です。衣編ではございません。はい。遊具もあったりしますね。はい。そんな、ネギ谷構造改革センター。公民館でございました。幽霊文字ではなかった。はい、こちら、生活構造じゃない、改変何を言ってる。はい、こちら、鳥取県鳥取市ネギ谷にありますネギ谷神社。もう当然だからこれね、旧字なんだけどね、これ作りだけ旧字でね、変はね、簡略だね、なんのこっちゃですけど、まあ意味から考えてこれねっていうのはね、神事のねなんで、どう考えても衣編のはずがないんですけどね。ということで、締め線ってことです。ちょっと、締め縄くぐらせていただいて。はい。結界に入った。あ、もう完全に古神社ですね。苔むしております。滑りますね。クロックス危険。お、立派ですね。はい。はい、こちらネギ谷神社です。鳥取県鳥取市ですが、ネギ谷ね、ちょうどここ面してますね。ヤズタウン、ヤズ町に入りました。はい。鳥取市、市町境を歩いて越えたところでございます。はい。ネギ谷神社から 1.4 キロ、インビ線の東高芸駅なんですけど、入り口どここれ。
あそこが、はい、ここはあのあれですね、昭和に入ってからできたね、後付けの駅なんですね。よってこんなに乾燥、初めから無人駅ですね。どうやって渡るのこれ。はい、まあ、交通量土曜の朝なんで、ね、そこまでないので渡れまして、ここね、渡ってきまして、横断歩道ないけどね、こんなの許されんのかね今っていう話ですけど、はい、でトイレ、しか見えないこの東工芸駅、から因美線に乗ってですね、次の幽霊文字地名、今度は本当に失われた幽霊文字ですね、幽霊文字が実在していたってやつ、そちらの方に参りたいと思います。お、若狭鉄道の車ですか、じゃあ地図急行の車、車両分かってないんだよね、米沢いつもの方。あ、地図急行ですね、ホットだからね、はい、兵庫、岡山、鳥取でホットだよ。そう、整理券を取るとこの謎の地図急行というつくね、 JR の駅ということになっておるでございます。はい、そして昨日恵比寿駅で買ってきたこちら分割乗車券、国房で分割すると500円のとこ450円、50円も安くなるんですね、ということでこれに乗って地図まで、終点地図まで移動します。はい、終点地図駅、分割乗車券ね、記念をしていただいて、穴開けていただいてお持ち帰りでございますね。はい、まだ友人駅のね地図駅でございます。そしてね、ここももう何度かね、もうさすがに鳥取も雪かぶってますね、山の上はね、ここ何度かまあね、ここで降りて乗り換えってことでね、あちらに地図急行の地図駅ございましてね、そちらに移動して一日券を買いたいと思います。はい、地図急行の地図駅、早朝深夜は無人ですけどね、それ以外は駅員さんがいる友人駅になっておりまして、1200円でフリー切符買いました。通貨連絡にするよりもね、この方が安いんですね、なんとね、いうことなんで、まあ、こちらで買わせていただいて、四角の地図となってますね。そしてですね、この地図駅の切符売り場といえば、ごく一部の鉄オタには有名なね、あの、あれですよ。あの、ね、テロ対策の訓練。地図急行、ここでね、なんかね、複雑な切符を売れっつって刃物突きつけるっていう謎設定のね、防犯訓練が行われた現場ですよ、ここ。ね。ということになってましてね。感無量ですね。何のこっちゃ。でした。はい、地図急行行き、9時30分になりまして、乗車できますよとご案内いただきましてね。モーターカー除雪ですね。かっちょええね。ピンクなんだね。濃い山形駅に合わせてるね。まあ、よくわかんないですけど。はい。上郡行き始発でございます。はい。はい。地図急行の地図駅で始発、上郡行き乗ってね。発車を待ってるんですけど、動画編集始めましたってことでね。はい。MacBook Air が新しくなって、指紋認証付きのやつだね。SSD を 512GB、メモリーを 16GB にしたら20万円になっちゃった。ってことでね、Apple ローン12回分割払いで、購入しました。金利ゼロだね。まあ、24っていうのもないだろうと思ってね。まあ、向こう1年は今の会社辞めないでしょうっていうね、謎の目論見で12回分割に。しましたが、金利ゼロだしね。まあ、審査が30秒で終わったらびっくりしたね。で、いつも言うように、米沢の信用力ではなく、勤め先の信用力なだけですね。はい、まあ、そういうことでございますけども。これ指紋認証便利なんだよね。まあ、あと何よりもね、前4ギガで、しょっちゅうファイナルカットプロ固まってたんですけどね。自宅の Mac mini 16ギガで全く固まらないんでね。こちらで、ね、快適に編集ができると思います。以上でございます。はい、その小山形駅ですね、ちゃんとカポを着てるね、はい、どう考えても趣味がいいと言えないと思うんだけど、
でも確か映えるっていう前からこれだった気がしますね。ちょっと前からこうなった気がするね。はい、宮本武蔵駅で降りましたね。え、まあふるさとってことで、まあその辺よくわかんないんですけどね、こちらで降りて、ただいまから27キロウォークですよ。夕方まで歩き通しです。はい、ただいまより歩いてまいりましょう。こんな感じの宮本武蔵駅です。はい、ちょうどルート上にありますね。第一目的地まで 9.8 キロ歩くんですが、その最初の800メートル歩いたところで宮本武蔵の聖火ということになってますね。特になんか興味があるわけじゃない。ね、あの、巌流島といえばまあね、プロタにとっては、ね、まあもちろん猪木、マササイトですか。その次に長谷、タイガージェットシーンでしたっけ。あれ、もう新日よくわかんないんでね、好きじゃないからね。でもその後フリーダムズがやって、どのがやってるね。佐々木隆さん、元 DDT 二人目のです。DDT、高木さん、昔よく飲んでた高木さんが大出世、サイバーエージェント、ノアの社長になったけどね。関係ないね。どんどん話が逸れていくだけなので、引き続き歩いてまいりましょう。はい、地図急行の宮本武蔵駅から、8.8 キロ、アップダウン、累計120メートル、上り下りしてほぼ標高変わんないですけどね。こちら岡山県美作市のですね、梶原という大技にありますね。ここ、小技深迫どちらでしょうか、という地域でございます。まあ、この深迫の迫ですね、これこの谷っていう地にですね、こう侵入っていうね、謎の感じなんですけど、まさにこれは実数漢字制定当時にね、どの漢字でも出てないけども、中国地方では普通にこのね、谷合いの地形を表す、佐古というね、これ西日本の言い方ですね。西日本の言い方、これが谷地になりますね。東日本だとね。東北に行くと谷地は湿地なんですけどね。関東とかでは、あれです。谷って意味なんですけど。その同じ、表す佐古というね。この佐古にいろんな漢字、石縁に谷とかもあるんですけど、こちらこの侵入に谷。これがですね、まあ、幽霊文字ということでね、実第二水準に、まさにこの地名、その他、たくさんの地名からね、取られた感じなんだけど、当時の緩和辞典に出てなかったので、まあ、幽霊文字呼ばれされたということなんですよ。まあ、で、それではいいんですけどね、これ実はここ深迫なんですけど、私がその、この失われた幽霊文字を求めてね、巡っているのは、基本的には1996年に出された笹原博之先生の論文、その、地名に使われているね、幽霊文字が実在した幽霊文字じゃなかったというね、証明した論文、ここに挙げられているところ全部回るっていうのをまあベースにして、他にもまあ回ってるんですけど、まあ、それがベースなんですよね。でですね、この現美作市の、この梶原というところにですね、まあ、佐古という小技があるんだというふうにですね、まあ、出てたということで、これね、確認したら現在現行の国土、行政区画総覧でも全く同じ出てるんですね。なんか他は佐古、奥梶原っていうね、こう三つのね、あざめが出てるんですけど、これ調べたらね、タワーはあるらしいんだけど、ってか、まあ、美作市の税務課に聞いて、あの、土地台帳持ってますからね、古いね。ということで、それ見たんですけども、全くですね、出てなくてですね、その、何、タワーはあるんだけども、佐古も奥梶原もそんなのありませんって言われました。で、一方ね、この、まさにこう、地形的にわかるんですけど、ここ、まあ、土砂災害の危険があるということでね、美作市のその、防災の、いろいろな資料の中に、この深佐古としてここが出てるということで、まあ、そこ含まれていくか、まあ、ここ来るしかないなと。まあ、ありませんって言われて、まあ、また国土強制区画総欄がデタラメかよっていう話になるんですけども、まあちょっとね、仕方がないです。ないって言われたんでね、この深佐古を通ってみたということになります。もう一箇所ね、その税務課の方からアドバイスされた、佐古がありますので、そちらに向かいたいと思います。はい、というわけでですね、ここに別に出しますけど、適当な資料を、資料は適当じゃないです。あの資料を適当に写真撮ったやつね、美作市の税務課の方にお送りいただいたんですけどもね、こちらから、こちらでは、ね、普通に、教えてくださいと言ったら、じゃあ送りますってことで送っていただいた資料。で、こちらなんですけども。まあ、佐古の上というのがあると書かれてまして。まあ、今のところが佐古の上だね。谷の上だからね。ねえ、佐古なんじゃないかな。
わかんないです。こうやってくまなく回っていけば多分どこかでかすってんだろうっていうね、そういう困難でございます。はい、梶原、昔の自然村梶原村ですね、の中心部に行く前に、きびすを返してこの集落の中歩いていきます。このまま道なりでね、県境越えていくんですけど、まだ17キロもあるんだよね。はい、まだ上り坂ですが、こっから先も言えないみたいで、はい、これで、タワーとか、坂の上とか、多分全部通れると思います。以上でした。あ、バラ登りだ。はい、宮本武蔵駅からトータル 18.3 キロですね。兵庫県に向けて歩いてるんですけど、途中このね、たたらコミュニティハウスというのを見つけました。これ金編について、ふいごとかたたらって意味でね。でですね、まあ、正直ですね、この谷合の地形、ここでたたらなんて名前があったらね、こんなのね、絶対にここら辺でたたら製鉄やってたってことなんだよ。ね。そういう地名がもろに残っている、このたたらコミュニティハウスでございました。へーへー、疲労困憊。どこも県外なので、何キロ歩いたかがちょっとわかんないですけど、多分、20キロ近く、20キロ切るぐらいですかね。歩いてきまして、こちら岡山県美作市から、兵庫県佐用町に抜ける県境でございます。はい、県境越えたよ。越えてないからこっからだ。ね、わかりやすく、県道なんで、舗装が変わってる。手前は岡山、向こうは兵庫、管理者違うから、舗装も違うんだね。はい、ということで、はい、兵庫県佐用町入りました。また先は長い。はい、宮本武蔵駅からね、いろいろと、梶原経由してですね、何キロですか。21.2 キロかなですね。21.2 キロを歩いてきまして、こちら、兵庫県佐用町淀、通称地名、亀ヶ迫です。兵庫県でこの迫ね、この侵入に谷ですね、珍しいっていうか、ここら辺にもう一個ある自然、池の名前にあるだけでね、まあ、要するにもともとね、岡山とか鳥取で、まあ、この侵入に谷って書いて、谷合の地形を表す鎖国にね、鎖国ってのは西日本全体の呼び名ですけど、それに、岡山県とこのね、鳥取県でだけこのよくね、侵入に谷を当てるんですけど、まあ、ってことでそれがね、幽霊文字扱いされたわけですけど、ここ兵庫県でね、昔別に越境したわけじゃなくて、ここ昔から一旦一貫して、播磨の国なんですね。でもやっぱりなんですかね、山一つ越えるだけでそんなに標高差もないのでね、往来があったのでここら辺まであるのかってことかもしれません。まあ、ちなみに最新の国土行政区画相談では、この通称地名、亀坂坂は、消滅しておりまして、おりますが、国土地理の地図には出ておりまして、またですね、兵庫県の防災の地図を見ますとですね、亀坂坂の場所が全然違うところでプロットされてるんですけども、佐用町役場の方に確認したところ、まあ、それが、兵庫県の方が間違っていて、なぜ間違ったかの経緯はわからないというね、誠実なお答えをいただいたってことですね。ということなんで、これから今からここね、集落なんかちょっと歩かせていただきたいと思います。はい。兵庫県佐用町、大和淀、通称地名、亀ヶ迫。奥まで行ってみたんですけどね、亀ヶ迫って書いてなかったです。残念でした。川の名前も前田橋ってことでね、これ淀川だそうですけどね。ないってことですね。ちなみに、淀っていうのは、これは自然村、江戸時代の自然村、淀村。まあ、これがですね、まあ、町村線の地震の時に、まあ、集められてね、これから通る、より下流にあるね、江川というところがありますが、その江川村になって、まあ、それがその佐用町に、昭和の大合併かなで合併されたということだと思いますね。ちょっと、亀ヶ迫どこもね、佐古の字を見つけられなかったのがちょっと残念ですけど、これで、東端、最東端の地名、佐古入りの地名、訪問できたことになります。はい、なんと公民館もありましたけど、これ見ると淀公民館ですね。ということで、淀公民館ね、淀クラブだった。はい、ということで、亀ヶ迫はやっぱりないっていうことですね。はい。はい。6時間15分かけて、宮本武蔵駅から26.8キロ歩いてきまして、こちら、この崖の山の手前に、
でーんと鎮座まします平福駅着きました。過去ありえないぐらい足腰が疲れてます。夏バテはしないのでね、体力はまだあるんですけど足腰が動かない。最後の4キロは本当にやばかった。累積の標高差440メートル分登りましたね。さすがにきつい。最初ね、絶対にもう、9キロ地点まではね、1時間で6キロペースで歩こうと思って、まあ大体その通りできたんですけど、その結果まあ間に合ったって感じですかね。はい、というわけで、ここね、確か構内踏切があんだよ。今から行きますよ。はい、まさに平福駅、ちょっと今、待合室に荷物置いてね、こう、列車通過する。はい、平福駅から地図急行上郡行き乗ります。工程表だとね、作用で特急乗り換える予定だったんですけども、まあ、工程表ってのがあるんですけどね、実は密かに交換してね、まあ、そちらではなくね、これでもう終点まで行くと、まあ、いろいろ考えた結果ですね。急行の終点、JR ホームに抜けているね、乗り換え改札、郵便窓口に1日券見せて、そして、このね、分割で確か460円ぐらい安くなるんですね。この上郡からのこれをね、トマソン的なやつにくぐらせて JR に入場ということでございます。さあ、こっからなぜかこっからスーパーハクトに登るってやつだな。しかし一番線なんだよね、あれね。はい、ということでございます。上郡駅 JR 一番線にエレベーター使って、階段を下げました。ここから、スーパーハクト12号京都行き乗って京都に参ります。さっきいいチケットレス特急券買いましたね。はい、ということで今日何両お気にせいか分かんないです。マシン2号車があるって言わせて言ったんですよ。はい、3号車さっき買ったら取れました。何気にスーパーハクトの指定席は初めてですね。グリーン車は何回も母と乗ってますし、指定席も、あ、自由席は1回、一昨年のゴールデンウィークかな。はい、リクライニング結構倒れるんですけどね。そうするとなかなか奥の席行けない問題出ましたけど、お隣の方にご迷惑をおかけしました。さあ、どこに一周しますかね。はい、はい、終点京都駅0番線到着ですね。縁起がいいですね。何もここに決まってんだけど、というわけでね、三福線の、撮ってまいりまして、というか動画の編集オープニングとあとここでね、今この撮ってるやつ言えば終わっています。いいっすね、 MacBook Air 新しいの快適そのものですわ、編集が。ということでこの後、切符を持ち帰りの儀式までお送りいたします。はい、京都駅八条東口郵便改札で、3枚分割480円でしたね。定価より480円安いですね。乗車券3枚に穴開けと記念にもらって出場いたしました。はい、というわけでこれからクリア会場に向かって宴会ですが、宴会編はまた後編とさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。